僕がピッチを追ってなかったら、新メジャースケール弾けるんですか？新メジャースケール、それはもうペンタトニックしか弾けないですよ。じゃあ新メジャーペンタトニック弾いてみてくださいよ。ちょっと待ってください、時間かかります。いいですか？いいですよ。新メジャーイコール何マイナーでしょう？だから平行調 A マイナー。 A マイナーです。さあ、はい、A マイナーペンタトニックを弾けばいい。こうか。そう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 。ゆりもチャンネル B メジャーイコール A フラットマイナー。マイナー、はい、まあ、この場合はね、 A フラットと言わずにもう一個の言い方で言います。 G シャープ。 G シャープです、はい、G シャープマイナーと言います。なんでシャープ系のキーなんですよ。 B っていうのはフラット系のキーじゃないんですよ。色のいいですね、あれは色のいい。マイナーの時もこのシャープで揃えて言ってあげた方がいいんです。ちなみにシャープフラット系のキーっていうのもあるわけですか？あります。なるほど、それが聞きたかった。そうなんです。ファドソレラミシってシャープの数だけじゃなかったでしたっけ？これシャープがつく順番。はい。フラットがつく順番はちょっとそれを覚えてないです。シミラレソドファです。ちぐりもチャンネルで調合を覚えるっていう動画があるんで、また見てもらったらいいと思うんですけど。お恥ずかしい。あなたちぐりもチャンネル、はいはい、あんまり見てないでしょ。いやもう見てみよう。もう全部見てます。それだけが見てなかった。ちょうど C メジャーですね。なぜならば C メジャーのキーのダイアトニックコードからこのコードが出てきてるから。なるほど。ドレミファソラシド由来のコードばっかりです。はい。だからドレミファソラシドを弾けば大丈夫、はい、なるほど。しかもペンタトニックっていうのはパート C がないので、うん、ドレミファソラシドの、はい、だから音が合わせやすいっていうことですね。 C メジャーペンタトニックイコール A マイナーペンタトニックですよ、はい、なんか来ませんでした。チョーキングするときにどの音になるか、例えば3弦の7フレットをチョーキングします、はい、これは2弦の5フレットの音と一緒です、はい、これを出す代わりにチョーキングしてるわけです。なのでこの音程にならないといけないですね、うん、そうそうそう、うん、同じ音程になるよ。ミーの音をチョーキングするとね、ファーシャープになるんですよ。ファーシャープは出てこないんで、このキーは。なのでファーシャープにならないようにファーにチョーキング、そうそうそう、ファーになるように。だからミーをチョーキングするのは気をつけないとファーシャープになってしまう。これがこの動きができたら、今度はこれ同じオクターブ上なんで、レをチョーキングするときはミーの音になるように、この音になるように、うん、ピッチが合うてたらね、こうできるんですよ。僕がピッチが合うてなかったら、なんか急にインドみたいになりますね。Thank you.
いい感じやったんじゃ。なんかありがとうございます、ね、いや先生のおかげでなんかちょっとこうギターを弾いてる感じがちょこっとしました。なんかこうバッキングのなんかギター弾かしてもらう感じっていうのはすごい楽しいんですね先生。でしょ、マーシャルアンプのデジタルじゃない、はい、なんかこの有機的な微妙なゲインとボリュームの加減で音がこう変化してる、この音だけでもすごいもうやめられまへんな、やめられまへんなで、トーンが変化してくれるからすごく楽しい。これがエレキギターの醍醐味、その音色を使ってこんな人が弾いてるバッキングの上でギターを弾くというのはすごく楽しいです。めっちゃ楽しいです。ペンタトニックというまあこういう形でまあ覚えたりもするんですが、まあ、Aマイナーペンタトニック、はい、もしくは C メジャーペンタトニックと言います。これの一部です。ここにねこういう音を足していくとメジャースケールというものになります。シとファが加わりました。ドシラドレミファソラシドレミファソラシ、シとファが加わりました。これでメロディアスなフレーズが弾けるようになります。ここから順番に弾いていくとドレミファソラシドになります。ナマステ君、はい、ナマステ君、はい、ナマちゃん、ちょっとそこ座って、座ってるね、はい、あのギターって、はい、小指使うって知ってました？今まで小指使わんとステージでやってたの？この時はね、ああ、はいはい、あ、そうかそうか、はい、バッキングしか指揮してなかったからね。同じ指で隣の音を弾くようなことがあるとなんか覚えにくい。あで指で覚えてるともう目つぶってでも弾けるようになるから。なるほど。ずらして例えば E メジャースケール。あー肩が決まる。指で覚えるから。それも利用して覚えてもいいかな。ただソロ弾くときとか別にねそうせなあかんわけじゃないので自由にやったらいいけども、スケール覚えるときに小指も使ってあげると、うん、で毎回同じ指でやってあげると覚えやすいです。ちょっと先生これは写真撮っていいですか？ちぐしもチャンネルの動画にパンと出しますわ。綺麗な形でメロディアスになるんですね。なぜかというと半音のラインが現れるから。あ、なるほど。半音とか全音のラインが、ペンタトニックの場合は半音のラインがないので、なるほど、メロディアスにあんまり聞こえにくいという。なるほど、うん、まあ、メロディーに聞こえるので、これを半音チョーキングすると、これを半音チョーキングすると、この赤い音になります。これ半音チョーキングすると、さっきよりもちょっとメロディアスになる。あ、広げすぎると難しくなるので、まずはこれで。頭こんがるがあるんで、C だけ増やします。メジャースケールのファーだけ抜いてます。この赤いところを弾くと、この G のコードの時にこの赤いところも弾いていいと。それ以外はペンタトニックで行ってみてください。 G の時はこの赤いところ通ってもいいよ。 C の音です。まあ一回やってみてください。
るコードトーンを意識してソロを弾くということなんやけども、はい、ね、いきなりコードトーン意識しろと言われてもなかなか難しい。じゃあ楽しい時間はありがとうございました。終わるのが早いもので、はい、楽しかったですね。あとはもうほんまに練習あるのみ、やりたいこと、やりたいことがこうわーっとあるけど、しぐりぐりぐりまーまーやー、石鹸の匂いがする。この